ありがとうございます。私もう一席で、帰ることができますので、もう大変でございます。3時間ぐらい長いこと座ってないかんというのも、まあまあ、何事もこのぐらいの耐えることを勉強しないことには大変な世の中でございますから、これから あっちでは地震、こっちでは戦争、向こうでは内紛、もういろんなことが起きて、それ以上に国内が大変みたいでございますから、もうどういうような世の中になっていくのか分かれへん。それをただハハッとここで笑ってたらいかんのです。でもまあ、私らは笑ってもらうなんたら、なんか芸が落ちたように思う、まあ、芸が落ちたやなしに、やる気がないように思われたらいかんので、まああともう一席でございますんで、今日はまあ土曜日、明日は皆さん方お休み、まあお休みだ、でもずっとお休みの方もあるやろうし、たまには働きたいという気持ち、話かなんかみんなそんなんでございますからね、できたら働きたいけど仕事がないというだけで、でもそれが不安にならないというのが、楽屋におったら9割がそれでございますから、仕事がある方が不思議で、だからまあまあ字みたいなもんで、あいつ字書きょんねんってアホやろってなもんで、なんか世間とは全く逆のような動きみたいなもんです。喋ってる内容なんかでもやっぱり時代が違います。聞いてて、ああこれは平成の時代やなというようなことはほとんどありません。どちらかといえばもうなんか分かったようなんでも、昭和の初期であるとか大正明治、ひどいのになると江戸時代というようなのが、まあ、落語を語る中の中心の時代でございますね。だからいっぺんに皆さん方の感覚の中、頭の中ではどちらかの時代へ戻してもらうということの方が大事か、逆にまあそれを何にも言わずにその時代に自然と動いて感じていただくかということが大事でございますが、まあそら今の平成はそら世の中がだん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 良くなって便利には違いございませんが、世話しないですわな。そら東京大阪間なんかでも、もうあんた本来1時から4時まで座っててみなあれよ、本当は新幹線やったら東京行ってます、行ってどころやね、もう次の目的地動いてるというのが本来、本当まあ大変やね。まあ昔なんかやったら、まあ江戸時代っちゅうのは、その言い換えれば、阿公まで早川が走ったと言いますけども、なんぼ、まあ、鍵手が一生懸命頑張って走っていったといったところで、まるまる2日間以上はかかるわけでございますね。あの看護家って、そんなもん人間ずっとあんた阿公まで江戸から走ってたら、阿公老子の時かってみんな死にますから、もうあら先にどこそこで誰と交代するって乗ってる人間だけがただ同じで必死に捕まっていくという、まあ看護というものが、まあ、しかしまあ便利やったんやそうですね。なぜかって言うと、融通が効くというやつです。馬が一番便利やと言うけども、馬がやって場所によったら入りにくいし、ちゃんとやっぱり物を壊さないかんしって。で、看護というものがやっぱり一番、世の中で今で言うたらタクシーみたいなもんでございます。簡単に、拾うことができて、乗ることができて、目的地へ行ってもらえる。しかし看護屋も全てがいいとは限りません。悪いやつも養蚕あったんやそうです。と申しますのが、タレを下ろしたら見えないんでございますね。でどこそこまで行って、へいって言って、乗り手は1人で、鍵手が2人やから2対1、それはどうしても数で負けるんで、で山ん中へ連れて込まれて、金出せってなことを言われると。だからまあ、立ちが悪い。昔船場なんかで、カゴに乗って、まあ、お嬢さんが、ちょっと習い事に行くとか、なんとかに行くっていうのは、必ずあれは、でっちが横についたもん。
まして同じようないつものかご屋さんをやと思うんですから安全性があったという。だから、まあ、今みたいに流しなんかで引っかかるとえらい目にあったんやそうで、であれは言い方がいろいろあってね、かご屋のことを雲助ってこう言います。なぜかって言ったら、あら、蜘蛛の子を散らすという言葉があります。今ここでいてるかと思ったら、蜘蛛の子っていうのはペッと触ったらブワーッと散っていきます。それからここで商売してるか思ったら、もうあっちへ行ってる、あっちでやってるか思ったらこっち行ってろという、そういうところから、まあ、雲助雲助というふうに言われるようになったんやそうでございまして、まだ籠というものが十分に活躍をし、そしてあれは大概ほとんど自分が持ってる籠というのはありません。親方から借ります。で、客があろうがなかろうが、一日の親方に対して借り賃というのは払わないかんから、なんぼ頑張ったかて、まあ、心づけ、今で言うチップ、気持ちというものが一番大きな儲けになったんやそうでございまして、笑顔、営業用か、お供しますせ、営業用か、もし、もし、大丈夫、はい、営業用か、はい、いるべきか、最後、笑顔、営業用か、あ、お茶中、笑顔、あ、いるべきか、最後、笑顔、行きまえか、え、おい、おい、ええやないがな、わいとお前と二人で書いてる看護やで、ちょっとお前も看護進めたらどないやんまにも、俺はお前、ちょっとこれから便所行ってくるさけ、お前、その間看護進めや、うん、あ、おいおいおい、はよ帰ってきてや、わい、頼んないで、分かってる、へ、笑顔、行きまえようか、お供します、行きまえようか、笑顔、いじめ、もし、もし、大将、笑顔、あ、いるめん、朝やか、もし、お嬢中、笑顔、あ、いるめんの、朝やか、あ、大将、ね、笑顔、何を、笑顔、あ、そう、後ろへ回り、え、後ろへ回れっちゅうんや、何が、いや、お前、笑顔っちゅうんやろ。考えしたるさかい後ろへ回れっちゅう。誰がそんなこと言うてまんの。違いまん、わたいが言うてんのは陛下を、あ、言うてまんな、言うとるやないけ。いやいや、違いまんね、あの、あ、おかんごどんなもんでおますっちゅってまんね。何、おかんごどんなもんでおますっちゅってまんね。おかんごどんなもんでおますって、お前毎日書いててわからんのかい。かごってこんなもんやん。誰がかっこを聞いてまんね。違いまんね、あのかご乗ったっとくなれっちゅってまんね。あ、いらいらん、わしはカゴに乗る手まで歩いた方が早い。そんなこと言わんと乗ったっとくなれ。いらんちゅってるやろな。わしはカゴに乗る手まで歩いた方が早い。いや、そんな言うてみんな、あの、断りまんねんけど、人間二人助けると思って乗ったっとくなれ。人助けで乗ってくれちゅうんかい。よし、いや、わしはこう見えたかて人情家じゃ。よし、わかった。人助けならしゃれ。乗ってくれと言われりゃ乗ったら、うん。いや、これちょっと。あ、乗ったった。え、あの、どこまでお供させてもらいまよ。すいたとこ行け。え、すいたとこ行けって、あんたすいたとこってそんな怒りしめん。な、あ、そうな、お宅のうちまでお供しまよか。うん、それがええな。で、お宅は向かいの茶店や。え、向かいの茶店やちゅうね。あ、茶店でご一服せやない。あれがわしのうちや。なあ、ほら大将、それやったら何もカゴに乗る手まで歩いた方が早まんがな。さあ、初めから言うてるやねんけ。カゴに乗る手まで歩いた方が早いっちゅうのに、人間二人助けると思って乗ってくれよ、さけ乗ったったんじゃ。やれこら、やれてやんな、そこまでアホらしい、アホらしいこら。おい、出てこい、お前のその顔の真ん中で二つピカーッと光ってんの、それね、え、目でおます、そ、目かい。ほら、また眉毛が落ちんように止めたら病かと思ったの。見えん目らくり抜いて、あとで銀紙でも貼っとけ。お前ら毎日ここで商売してたら、弁当食うさかい茶くれの、タバコ吸うさかい火かしてくれてくるのと違うのかい。そこの茶店の親父の顔忘れる顔があるかい。なあ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 、抜かしやがったら、ドタマ腹ん中に煮込まして、へその穴から世間のぞかしたのか。それでも、ケツから口までブタッと青だけついて、裏表こんがり焼くぞ。口から鰹節を織り込んで、ケツから猫を追うたろか。あと、ちょっと、兄貴、ちょっと来て、なんぞ言うて、そこのけ、あ、ほんまに。あ、大将すまん。いや、こいつ、あの、昨日この界隈へ降ってきおりまして、まだ、あの、大将の顔を存じめんに、私に免じて一つ蟹したとくなれ。じゃあ、
我の相棒かい。お前もお前や、こんな頼りないの一人置いてどこ行ってきてかってん。ちょっとお蝶でクソったれ目が以後気ぃつけなんだらここで商売できんようにすると気ぃつけどう。うわこ怖いおやせやな、怖いおやせあるかい。お前もお前や、あえて見て看護進めどこどの世界、お前茶店の親父に看護進める青があるか。いやそうかってわい知らん。いや知らんちゅうたかってお前カッコ見たわかるやろ。あれがお前看護に乗るカッコか。あれが前掛けしてねて高下駄履いてねて手にちりとり持ってんねやないか。今お前そこへゴミ掘り行ったとこや。どこどの世界、お前ゴミ掘り行った帰りしなにカゴに乗るアホあるか。いやお前知らんちゅうたかってほんまにお前と商売するようになってろくなことないわ。あんま腹が立つ。カゴの向きを変えとけ。気が悪いカゴの向きを。あカゴやカゴや、いい板橋までなんぼで行く。ほう板橋でか。そうでな、お高いことは言えしめん。どうでしたろう、音程で行きまよか。なんぼ音程で行きまよか。あ音程か、ものはそうだよか。それ鬼手にまからんか。えお鬼手、おいおい相棒、お前鬼手っちゅう不調してるか。え知らん、よういうこと知らんがな。あすめんな、お客さん、あのお客さんの言うてなるその鬼手っちゅうななんぼのこって、お前の言うてる音程なんぼや。わからんとね言ってなんの。いえな、我々片手出して音程指5本を真っ先に500で行こうかとこない言うてまんねん。なるほど、やっぱり鬼手に負けといて。鬼手ちますと、いや鬼の手の指3本やん。いや300に負けとき、ね、手荒いこと言いなんな。もう一声な、まあ鬼手と行きたいけど鬼に手がない。こないなったらしゃあない、鳥で行こう。え鳥、なんです鳥って。お前知らんか、鳥ってだ、鳥の足の指3本やの。横に毛爪がちょぼっとこうついてる。で300と8も、汚いこと言いな。もう一声、ほなまあ熊手で行こう。あんたいちいちわからんこと言いな。なんだねその熊手っちゅうのは。お前また何にも知らんやっちゃら、資本あって物書き寄せるもん。あれ熊手っちゅうねな、お茶屋にやりて、襖に引きて、将棋に王手、旦さん乗って、そらもう置いて手づくしでなぶっていきやがね、あのガキ。もういっぺんカゴの向きを変えとけ、カゴの向きを。あのカゴやはん、カゴやはん。おお女中や、ええあの板屋橋までなんぼで伊藤君なる。また板屋橋やって、いえまあお女中のことで高いこと言いしめ。どうでしたろう、やみていきまよか。まあやみ高いわん。そこつっきょに負けとき。つっきょ、なんで今日はこんなケッテな客ばっかりの。いやわたいが言うてるやみちら、みそかかたどって300でいこかとこない言うてまんねん。てか言うてましたろ、つっきょに負けとけと。お女中が言うるつっきょちら満月15やで、150でいけとこういうんやな。いやせやないわ、もうつっきょにかまぬかれたと思ってただで生きた。ただでこら、うんねえと思って下手に出たらなあなあ抜かしやがってる。ほんまに一つボーンといたろか。まあ怖いやの、かぐやはん怒ったわ。ちょっとこっちの人一緒に行きましょうな。最前の手づくしの嫁はんや。あれ目落としてなぶりやがんねん、まに腹。もういっぺんかごの向き変えとけ、かごの向きを。かごんど、かごんど、お侍やかごんどやて。へえ、おかごは二丁じゃ。ああせやか、おいかご二丁いたらさけな、あの福さんとこへ走っていけ。すぐに行かなんたら相手お侍ぐるぐるしてたら叱られるぞ。早かったらピーっていけ。へへ、ただいますぐに両脇が二丁じゃ。ああせやか、おいボンモッチャボンモッチャ、よしとこへも言うと言ってやってくれ、頼むでーす。へへ、前なる顔はお姫様、後なる顔はおんば殿、お供周りが4、5人ついてな。へへ、そのような顔、ここをお通りにはならなんだか。お、帰ってこい帰ってこいって。単ネタ張るだけやないか。いやまだあの そんな顔を見てしめん。ならば未だお通り合いならんと見える。ああ見ても向かいの茶店で安らいおるゆえ、お通りならば知らしてくれ。ごめん。何がごめんや。お前もお前じゃ走っていくな。お前が走れ走れ。これも一生懸命言ってやないかい。また
のお侍ややこしきっきゃがしやがったで。おかんが二丁、両垣が二丁いた大変仕事やと思うがな、まあ、結託その悪い行はあんまり。もう一遍籠の向き、痛い籠の向きを。じゃじゃんじゃじゃんが、一でなしが、二でなし、三でなし、四でもなし、五でなし、六でなしね、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七って、この歌止まれへん歌やな。ほら見てみ、ええや、酔ってるやろ。あんなもん相手にしなや。ひょっとしてあんなが乗ってくれ。乗れへん、乗れへんって。あんな酔っ払い相手にしてたらどうやらみんなおにゃ。もう黙ってスーッと通っていくの。もう声かけんと知らん顔しときゃ。閉館を言うなっちゅうてくれ。閉館を言うたらいかんちゅうのに。ねえ、ねえ、ねえ、かんごや。で、みん、こえたらねえ。いえ、なんでもお前、どうぞお通り、どうぞお通り、どうぞお通りって、わい、通っててん。の、お前の方から、へがんごって言うたんと違うのんかい。向こうに部があるやないかい。いえ、なんでお前、ええご機嫌でんな、とこう言うてはね。何を？いや、ええご機嫌でんなと。ねえが、かんごや、今日はえが酔うてんの、ええ機嫌で酔うてるか、やけくそで酔うてるか、お前知ってんの。こっちが気分悪うして酒飲んで酔うてんの、ええご機嫌でんなって言ったら、ムカつくのと違うのかい。お前、それ分かって、やめみんな。だんだんこの辺になってくるやろがな、お前。いえ、えれすめ。うぜえ、かごや。おい、今日、ええ機嫌で酔うてんねや。ちょっと、酔うた勢いで言葉が過ぎたかもしれんな。な、おい、かごや。えれすまん。堪忍してくれ。な、かごや、えれすまんな。いや、あ、もう、よろしでんがな、もう。まあ、よろしでんがなって、それ、お前、誰に抜かしとるの。大の男が悪いと思うって、こうして頭下げてんの、まあ、よろしですって言う意はあるか。堪忍するもんなら堪忍する。堪忍できんもんなら堪、おい、どっちや、おら、かんごや。いい子ね、なりやね。な、もう、堪忍します。堪忍します。堪忍してくれの大喜利。よう堪忍してくれた。冷えたんねるけど、わい、こないまでして、謝らないかん、など、悪いことした。あんたどっちからでも引っかかりまんねんな。お前弱い看護屋一つなぶらんように。なぶるわけやないけど、看護屋、お前今日ちょっと酔うてるやろ。酔うたりま。来ないよつもりやなかったん。朝起きた天気がいい。住吉さんでも産経所を通って産経住まいって出てきた、もうし旦さんって言うねん。おそうでや。知ってるやろ。知りまへん、そんな。知ってるが、前、磯屋裏に住んでた。知りまへんて。顔に薄みちゃのある、いとんじまへん。あ、これ言うたらある。河内の狭山の、ジエモンさんの孫。知らんちゅう。難儀やな。こっちが難儀でんがな。しばらく見間にえらいべっぴんになったな、どないしてんねん。わて、ここで働いてまに上がっとくんなれ。よっしゃーって、トン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 と上がったんが三文字。ごとぎょうさん並べて飲んだで、調子十七本。余ったおかず、竹の皮へ包まして、なんぼやいた。
ポチも入れて二分一緒ってね、安いっちゅうね。おい、おい、名古屋、お前、嘘や思ってるやろ。いや、そんな思ってしまえん。思ってるその目。こんな親父が三文茶屋で酒が飲めるかいってなこと思ってけつかん。嘘でない証拠を見したら、これが三文茶屋の料理の残りやん。見て、エビの鬼がら焼き、イカのカノコ焼き、卵の巻き焼き、焼き焼き焼き、一つやろくえ。いりまへん。遠慮すな、一つやるさか食えて。いりまへんて。お前もいらんちゅうかんと、もうときいな。もうときいなってあんな、プップップッ。なんも汚い。何が汚いね、こら。よう聞こえてあるぞ。誰がお前らみたいなもんにやるかよ。おい、おい、かごや、これ、包め、これ。見こないなるやねえけんまりもん。大丈夫。続きましたんで、懐へ、ええときなあり。おおきん、おおきん。東中屋、わい、ちょっと酔うてるな。だいぶ酔うたりまん。だいぶ酔うてる。ほな、酔うつもりやなかった。朝起きた天気が、住吉さんでも参議しようと思って、参議すまちでいた、もうし旦さんちゃに、遅でやん。知ってるやろ。知らんちゅうてまんがな。てか、前、磯屋裏に住んでた。どんじめ、顔に薄みちゃのある、河内の狭山の、ジエモンさんの孫。知らんちゅうな。しばらく宮田べっぴになったのは、どないしてんねん、わたいここで働いてまにあがっとくなれ。よっしゃ、たたたたん、たがたん、三文字、ごとぎょうさん並べて飲んだぜ。調子十七よ。余ったおかず、たけのかへ包まして、鍋焼いた、ポチも入れて、二分一周。安いっちゅうで。お前、嘘や思ってるやろ。思ってしまへんて。思ってる。嘘でない証拠見したら。みまた出してきたやないかい。エビの人がら焼き、イカのカノコ焼き、卵の巻き焼き、焼き焼き焼き、一つやろう食え。いりめん、誰がやるかよ。おい、包め、これ。俺はお前一生恨むぞ。お前声かけなっちの、いっぺん声かけたらこんな目に遭うんやねん、こんなの。大丈夫、入れときますぜ。おお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 
なあ、おい、か、かごや。わい、酔うてるな。あの、むちゃくちゃ酔うてます。むちゃくちゃ酔うてんの？いや、来ないよつもりやなかったん。朝起きた天気がいい。住吉さんでも参詣しようと思って参詣住まいってできた。もうし、だんさんちね。遅でや。知ってるやろ。もう用意してますわ。まあ、磯や浦に住んでて顔に薄みっちゃのある。河内の狭山の自衛門さんの漫画。長いこと見合いだにべっぴになったな。どないしてみ、私ここで働いてまんねん。上がっとくんなり。よっしゃ、たん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 上がった三文字。ごときょうさん並べて余ったおかず竹の貝積んで、ポチも入れて二分一周、嘘でないしょうか。パッ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 。これ以上何ぞおましたか。わいの言うことありひん。なかったかえんな、あれ。うちでおかみさん心配してありますよ。
えらいこと言うた。うちで香川心配してやる。あ、自慢やないけど、うちの嫁はんは定女や。よーでけた女子や。な、今からちょっと香川の話しよう。いや、もうよろしい。もう帰んなるよ。何が帰んなる。お前が話のきっかけ出してねえ。うちのカカはな、言うたんねえけど、ええー、いや、大将。いや、話すんのはよろしいけど、看護に持たれなはんな。持たれなはんなって、お前、しんどうて立てられへんねんねん。いや、それはあんた、そうか、今言うことやったよ。お前、客が来たら柱になりめん。いや、けえへんって、そんなもん。俺がおる間来るかい、そんな。まあまあギーね、俺外で飲もうが遊ぼうが嫁はんこから詐欺文句言わんとじーっと耐えとええおなごや腹ん中ではすまんと思う。人間男は口に出してなかなか言うもんがええおなごや。また生まれ変わった俺は、まあ、今の香川と一緒にならしてもらえなと思ってね。それでほんまに、寝てるやないか。こんなとこで寝られたら商売も何にもできへんねやんまに。もうお前が呼び止めたんじゃ、お前の責任で起こせこれ。うん、あ、大将ちょっと起きとくんなり。こんなとこで寝られたら仕事慣れしめんで、ね、大将ちょっと起きと、あ、あるさ、気持ちやったのに誰や、おかしな具合や。カゴをのけ、カゴを横へ横へ。で、カゴの名前、あーっと、そうです。あーら、汚いな、あんなとこよ。ほんまにもう、かからなんだか、それ、カゴに。カゴや。出た。出たよ、お前んで。お前もうこれいらんわ。お前にやる。いや、うちもいねん。またな、あ、遊びに来るわ。さいなら。見てみ、えらいよ、取れねえけんまにも。帰る方角もわからねえ。いや、堺の方のあの南から北向いてきてた。またお前戻っとるやねえけん。方角もわからん。ちょっと親の敵じゃあるまいし、ちょっと言うてやれ。大将ねえ、かんごや。いや、あた、南から北向いてきてた、また南へ戻ってますね。え、南から北向いた人間は南戻っていかんのかい。いや、いかんことお前けど、あんた家あっち向いて帰るのと違いまのか。あ、アホ。わしはお前、堺の竜神の人間やん。ほな、安心にこんなとこ来なって。悪酔いたが、かんご屋、なぶって用意さましに。初めからなぶりに来とんじゃないか。ほんまに腹の立つ、かんご屋、はい、おう、はい、どちら。いや、ここや、ここや。いや、ここや、ここやって、あ、ちょっと待ってくれ。乗ってなかったん。いや、まあ、祭殿から黙って見てたらええろ。酔っ払いに絡まれてたわしまで同じように絡まれたらいかんと思って先に乗ってたが、あ、何か降りようか。ええ、降りてもたら困ります。ええ、どこまでお供しまよう。堂島までやってもらおうか。堂島、はい、もうやっと原画なことやねえけ。堂島の旦さん乗ってくれた。へえ、喜んで行かしてもらいま。で、なんぼで行ってくれる。もうなんぼでもそらいかん。あとの喧嘩は先にしとかないかんで、なんぼで行く。へえ、生は堂島の旦さんちゅうて足元見るわけやおまへんけども、そこ一部お願いできまんやろか。なんぼ一部
一部か。物は相談やが、それ二部にまからんか。あんた起きたりまか。いや、私が言うてのは一部です。いや、そこを二部でええー、な、後で走りましょとか将棋くれ言わんと、もう何もかもぐるめて二部で行っとくれ。喜んで行かしてもらいま。そうか、それやったらうっとし顔してるな。ここにな、再選の残りが細かい。あ、たったこれはわずかやけど、これでな、今までの弦を直すためにいっぱい引っ掛けて、その勢いで走ってもらおうか。繰り届いた。その代わりな、長いこと待たされんのどんならんで、すぐに戻ってきておくれや。一杯だけ飲んでな。分かったな、すぐに帰ってきておくれや。生きよったか。田中屋はん、出てきなはれ。今のうちだ、籠屋行きよりました。飲んなはれ。飲んなはれって、これ二人乗りしまんのか。別れしめん、かごや向こうやらしましたが、今のうちに飲んなあれ。あ、でな、履物があったら見つかるよって、ちょっと上へ差し込んで、かごや帰ってきよりました。タレ下ろしといて、物言いなはんなよ。黙ってなはれや。へい、親方、やられずめんでした。な、これから一生懸命走らせてもらいます。おう、相方、映画肩入れや、行くぜ。よっ。何をしとんねん、いっぱいやにゃいの酒でフラ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 しやがって。腰を切れ、腰を。ええか、わしから言ったら酒見てよ。いいよっ。ほら、重たいな。あの旦さん痩せた人やってんけどな。千両箱でも抱いてんやろか。ええか、行くで。よっ。おう、あえな。はい、ほっ。動きました、動きました。しかし、まあ、よう遊びましたな。そうそう、あんたとは京都の上七軒でバタッとおて、それから一杯乗って祇園本土町と回った。あと30国乗って天満へ降りて、それからまあ堺の竜神で遊んだ。あとこ住吉さんで参拝して、まあここまで一緒に来てたやさかい、こうなったら二人離れんと帰る手はないかいなと、ほっとは手が言うたら、ようこんなこと思いつきなはったな。いや、わたいもこないすっくり二人乗りができるとは思わなんだ。おい、ちょ、おい、おい、ちょっと、ま、ま、ま、待て、待て、待てって。ね、ボソボソ、ボソボソ声したの。いっぺんじわりおろせえか、じわり。よっ、ありがとう。大将、すまんけど、ちょっとタレあげさせていただきます。えらいすまんな。思ったやはずや、二人乗ってなるがな。なんちゅうことしなんねん。わかったか。わかりまんがな。なんや、おかしな声やと思ってたん。むっちゃしなんな。何を言うてんねん。お前さえでなんぼで行くっちゅうてん。一部でも二部渡してるよな。いや、それ一人も。わかったる、わかったる。一つのシャレじゃ。このまま行っておくれ。その代わり向こうへ着いたら、ドーンとご祝儀を払ってやろうやないか。あれは、おう、あいぼう。いやー、堂島の相場師の旦さんが、もう向こう行ったら周囲をドーンと張り込んでくれるっちゅうが、どう、行く？あ、さよ。名前、行かしてもらおうか、それ楽しみに。いや、まんな大将、行かしてもらいまけど、そこにね、タレだけはおろしといてくんなるや。仲間内が見たら、あいつ欲張っていっぺんに二人運んでるっちゅうたら、あー、古いから仲間外れになりますが、頼んませ。わかったるわかったるわ、早いことやり、ね、行かしてもらいま。おう、相方、絵が肩入れ。いいよっ。これお前二人や思ったら余計重たいな、これ。ええか、よっ、えっ、おっ、えっ、おっ、えっ、おっ。見つかってしもたんな。もうこんなになったらうっとしい。タレも何も掘り上げときまえよ、こんなもん。そうした方が風が通ってよ、向こう通ってる籠やこっち見てびっくりしておりますや。しかしよ、遊んだまま、これでは店が心配じゃ。何を言うやら、お宅はしっかりとした番頭さんのおかげで安泰なもんじゃ。しかし今度はあんたと一緒になるっちゅうたら相撲ぐらいじゃな。あ、そうそう。しかしまあ何でも遊びはあんたとはが。
相撲だけを合わん。なんでよ、なんでってあんたなんじゃちょっと大きい相撲取りばっかりひいきにしなはる。当たり前じゃがな、相撲取りは大きい方が連れて歩いたかてかっこがよろし。んなことおめえ、相撲取りは大きいのが勝っと決まった、誰も見に行きゃしません。小さいやつが手取りで大きいやつをぐらっとひっくり返すとこに相撲の良さがある。んなことはない、やっぱり大きい。いやいや、私が今ひいきにしてるコシヒカリ、これは強いな。背は低いが立ち上がって相手の蜜をこうしてちょっと、しなはんね、あんた籠の中で人の帯掴んで何しなはんね。こうして掴んだらもう花さん。いや花さんって、花、いや、あんたやるつもりか。何が腰ひっかり、わしのクワガタというやつは殻が大きいさかにどこ捕まえられたかって、上から蜜をこうして逃げて左へ左へとこう振り回す。そこをかいくぐって中で沈没しながらこうしてやるのが、これをぐっと左へぐっとこうもぐっと、おいっと、おっと、おい、何や知らんけどえらい籠揺れてあるな。揺れてるってなもんや、中で相撲取ってなはんねん。あ、もし大将あかん、いやそれ、あ、もう、あっと、おいね、軽なったで、軽なってやれん、そこ抜けたんや。何をすんねん、なんまにも大将。名古屋抜けた。抜けたよお前んで、まあまあ心配いらん、カゴの一丁や二丁ぐらい惑うてやるわい。そりゃまあ工程はもらいまっけど、もうとりあえず降りとくんなれ。何を降りとくなれ。向こう先見てものゆえ、わしら堂島の相場師の中でも強気は強気、ガチガチの強気で通ってる二人じゃ。一旦乗ったもんに降りられるかい。こんなりやれ、こんなりやれ言うたって、あんたそこ抜けてまんがな。旦那へ、わいら中で歩く。おそ、おい、な、中で歩くっちゅうたはるで。ほなまあ行かしてもらおうか。へえへえ、大将な、行かしてもらいますさ。ひゅん、あはは、軽いな、おい、行こうか。はい、ほっ、えい、おっ、もし田中屋、あんた後ろから押しなはんなって。前が使えてまんに、使えてるわけやおまへんけど、後ろから看護屋が突っかけてきおります。おて小走りで走ってまんねんさかに、ちょっとなんとかしとくなれ。大丈夫すまんな、ちょっとこれで走らしてもらいます。あかんで、そ、おいおい、ぶっちゃしてあかんで。お父さんねえ、看護って足何本あんねん。何本あんねんって、お前看護って2人で書いてるだから足は4本やん。そうかって向こう行くかご足8本ある。どこの世界にそんなおかしな本に足8本、坊主覚えとけ。あれがほんまの雲かごや。